ははい、えー、皆さんこんこにちは、えー、今日は年10月24日日日、えー、木曜日です、えー、今日はこのギャラクシーギアですねこうやつこうやつを、えー、使ってみての感想をレビューですねをしてみたいと思いますでですねまあこれを使って生活したんですけどもいくつかいい点悪い点がありました えー、まず、い,い点から。これ意外に装着感がすごくいいんですよ。で、重さも男性ならあまり苦にならないと思います。そして、これ、えー、いいのがですね、わかりますかねこうでしょう。ビシッ。あれビシッ。こうやって、あの、なんなのかな止まる。 こう普通にしててこれがですねわかりますかねちょっと見てくださいねつけた方が多分やりやすいのでこう普通に生活生活してるじゃないですかこうやって普通に生活しててこれでつくんですよねこれがあの便利常についてないのでまあ こう止めると止めるとというかなんだこれつくのかなちょっとわからないんですけど止めるとつくんですよねなのでなのでそれが電池消耗も抑えられてすごくいいですで電池の方は全然、えー、僕の使い方だったら問題ない、まあ、常にこれで通話しようとかすとか って思うと辛いかもしれないけど、着信見たり、ツイッター、Twitter、が来ましたとか、そういうものだけで使うんだったら全然一日余裕です。二日も多分持つと思います。三日になるとちょっと辛いかもしれない。でも、全然あの電池的には問題ないです。で、あと、いい点というと、これといってそれ以上はないんですけど、あ,あと、 いい点としてこの天気が天気が分かるってのは便利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 これ便利次え残念だったとここれの残念だったとこは一番僕が気になったのはここなんですよこの金具 わかりますかこれがこれこのこのまあ指1本分ぐらいしか金属出てないんですよね。しか出てないっていうのは出るんだったらもうちょっとフラットに出してくれればまあ指23本分この金具が出てればまだ安定性があるんですけどこれをつけたまま机にこうパソコンとかタイピングするとこの一区間しか出てないのですごく ガチャガチャしたり、なんかフィ、安定感がないんですね。フラットじゃないので、ここが出ちゃって、凹凸がすごい。だからこれをもっと、こうナチュラルにするか、同じ厚みにしちゃえばまだ気にならないと思います。ここがすごい、タイピングするときに非常に邪魔。もう浮かしてやってますもん。僕、こ、こ,こんな感じ、こんな感じですよ。こんな感じ。で、打たないとここが、ここがね、ちょっとぶつかって、打ちづらい。これダメな、ダメな点。 で、あと、これサムスは何を考えてこのデザインにしたのかわかんないんですけど、わかりますかねフォーカスがあれなんですけど、これ、1枚のバンドにこれ、筋が入ってるんです。筋がこう、筋が。筋が。この筋に、ゴミが入ると、もう、お手上げ。これもう、お手上げなんですね。で、 爪楊枝でこう一本一本筋を掃除するかっていう話になっちゃうんですよ。防水じゃないので洗えないので。そこがすごい残念。なぜこんなデザインにしたのかっていうのがもう残念です。で、あと他にはこれカメラがついてるんですね。カメラが。まあ、これは有名な話なんですけどカメラがついててということは 僕は本来バンドは結構一本指入るぐらいこうスペースがあった方がいいんですけどカメラがあるので一本指入るぐらい緩くしちゃうとブレるんですよこれがこれがブレるんですよかといってこう押さえながらこう撮るのは変じゃないですかカメラじゃないんだからなのでもうビシッとつけなきゃいけない 冬場で、冬場っていうか、涼しくなってこれですから、夏場、こんだけびっしりつけてて、しかも、まあ、このゴムかよくわかんないけど、バンドだと、もう、多分、蒸れますよ、これ。まあ、してや、これ、防水じゃないので、最悪です。そういうところを考えてない、サムスンはいかんです。で、えー、あとは、あと気になった点が、 この充電、充電とこれをくっつけるんですけど、これね、毎日つけると、例えばこれケーブル、こう刺してるじゃないですか。こう刺して、刺してますよね、ケーブル。もうこっちからじゃ、こっちからじゃこう、なんか、コードが、もう邪魔みたいになるし、もう一回一回、こ、こうここ、 こう通して、こう開けて、こうやるみたいな。とか。まあ、こっち側からしか基本入れれないんですよね。これ引っかかっちゃうから。これ、こ、こうなってるから。ここが引っかかっちゃうから。まあ、してや、これ閉じてると、閉じてると、これ閉じてると、もうダメですよ、これ。閉じてると。閉じてると、これもうダメなんですよ、これ。こ、こ、こ、閉し,し、しまらない。そして、 こっちからでも、もう、入らないってなるから、まず一回、ま取るとき開けるんでいいんですけど、開けて、開けて、こっち側から、こっち側から、こう行って止めつつ、こういって戻す。戻す。戻してはめる。か、まこっちで開けといて、こう開けて、こう行っ,ってこう入れるか。こうか。 か一回一回これを抜いてはめてやるか。これね、今聞いてる方は多分、いやそんなの大してめんどくないじゃんっていうかもしれないんですけど、365日毎日やるってなると、これ苦ですよ。あのー、今だったら置いて充電とかあるじゃないですか。それぐらいもう、 毎日やるってことは、携帯の充電も刺すだけでもめんどくさいんですね。だから、こんなのはもうダメですよ。うん。ということで、このギアなんですけど、まあ、いかんです。いかんぜよ。これではいかんぜよ、本当に。うーん。多分、 なんか使う人のことを考えずに作った感がありますね。僕が思うにちょっと残念です。そしてえー、あとはまあ多分アップルもなんか iWatch を出すとか出さないとか出てるんですけどこれじゃない感は非常にある。ただこんなのは か小学生でも考えつきそうなものでしょただ Bluetooth でつなげてある程度連動するみたいな実際その大した、まあ、も,もちろんバッテリーとかそういうのを考えたらすごいとは思うんですけど持つ時間とか苦労はすると思うんですけどそこまで革新的な新しいデバイスではないんですよねちっちゃいものを置いてあるだけって感じで多分 Apple だったらこんなものは出さないでしょう僕が思うに。 まあアップルというか、あのスティーブがいた頃は、だったらこんなのは多分ボツ、ボツ商品ですよ。うん。別に革新的じゃないですから。そうですね。だからまあ、すごい微妙な端末。うん、まあ通知が見れるだけなんでね、通知とまあ喋れるってぐらいですかね。あ、ちなみに喋るのはまあまあ、 別にこれはこうやって喋るのは僕はそこまで変だと思わないただみんながやってないから変だって思うかもしれないけど全然多分慣れてくればまあ別にいいんじゃないかなって思いますでもいかんせんこれはね一歩未来へ行ってる商品ではないと思いますなので結論から言うと3万円超え出して買う商品ではないです前から分かったと思うんですけど まあ、そんな商品でした、ギアは。えー、まあ、またブログとかにもまとめて書きたいと思うので、まあ、ちょっとギア買おうか、買わないでおこうか悩んでる人は、まあ、ちょっと様子見がベストじゃないかな。ちなみにノートしか今使えないので。うん。ということでした。えー、それでは皆さん、良い一日を。